竜騎伝承は、1996年に、KSS により発売された、パーソナルコンピュータ用ロールプレイングゲーム。竜騎伝承シリーズの一作目。本校では移植版、派生作品、並びに、シリーズの二作目、竜騎伝承2と三作目、竜騎伝承3たすがれに導かれし者たちについても解説する。機械技術が発展した世界にて、軍事帝国は、 機械文明を利用しようと企んでいた。そんな中、少年、セリーは、記憶喪失のミュウという少女と出会い、彼女の故郷を探す旅に出たのだった。ボイスは移植版のみ。1997年6月に、KSS により発売された、パーソナルコンピュータ用ロールプレイングゲーム、龍騎伝承シリーズの二作目。龍騎伝承サンタソガレ」に導かれし者たちは、 2000年1月28日に KSS により発売されたパーソナルコンピュータ用ロールプレイングゲームであり、龍気伝承シリーズの3作目にあたる。1997年に龍気伝承が OVA 化され、全3巻が発売されたが未完のまま終わった。セディは雪の中で記憶を失った少女ミュウを助ける。彼女は帝国から狙われている身だった。 妹のミリーと共にミュウを守りながら記憶喪失の謎を追う冒険の旅に出る。さらに失われた隆気を探すこととなる。自分の父を殺したあだとの出会いにも繋がっていくことを知らずにありがとうございます。